ではですね、行きという字を書いていきたいと思います。行きはですね、米編ですよね。米編は初めて動画上げますけども、米編もですね品質漢字ですので、ぜひこの場でですね覚えていきましょう。はい、まずですね斜めにですねこう点をこう入れていきますね。で、思いっきりこう右上に跳ねてやりましょう。で、その次ですね、こういうですね、ためというかですね、点が入りまして、こういうふうにこう続いていきます。で、大人っぽくするためにですね、ここをつなげていただくといいと思います。で、ここは跳ねてですね、で、ここの最後の縦角ですね、縦角入れるときにこう打ち込みを入れますね、こういう点ですね。普通にこういうふうにこう入るんじゃなくて、こういうですね、斜め右下にですね、打ち込みを入れることによって字がですねかっこよくなりますので、この打ち込み、これを忘れずにいきましょう。はい、で、このまっすぐの線ですね。はい、で、まっすぐなんですけども、ややですねこの辺ですね、ゆっくりこうややこう少しこうカーブがかかるような感じですね、していただくと力強さが増しますね。はい、で、斜めに大きくなります。で、この辺からですね、ここをですね突き抜けないようにですね、このラインがですね、非常にこう注目ですね。ここをですね突き抜けてしまうと非常にかっこ悪くなりますので、ここは木片とかと乃木片とかと同じようにですね、突き抜けずにですね、ここをしっかりとこっちに大きく跳ねるですね。はい、これがですね米編のかっこいい書き方ですね。はい、こういうですね入りですね、こういったところをですねしっかりと入れてやることで、字の貧弱さっていうのをですねなくしてますので、ここですね入り口しっかりと入れますね。で、こういう羽ですね、こういう角度、羽とかがですねしっかりないと、ちょっとですねどうしても貧弱になりますので、弱々しい感じになりますので、それを防ぐためにですねこういう入り口ですね、打ち込むと言いますけども、それをしっかりと入れていきます。はい、じゃあ次、行きのですね、右側ですね、九という字ですね。九、十と書きますけども、書き順注意ですね。これ九はですね、横から入るんじゃなくて、縦から入ります。横から入ってる方ですね、今ちょっと直しておいた方がいいですね。縦から入ります。こうですね、こう跳ねまして、ここですね、この辺ぐらいからですね、入ります。これもですね、縦線なので、こういう縦角ですね、こういう打ち込みを入れた方がいいですね。こういうでですね、こういうまっすぐ入れるんですけども、こうカーブしてですね、この辺ぐらいで、こう、ちょこっと跳ねる感じですね。はい、こうありまして、こんな感じ。で、ここに続いていきますよってことですね。こう。で、ここ角出しますね、角。で、ここですね、大きく跳ねます。ですね、ここをつなげていただいてもいいですね。こうつなげる、こう大きく跳ねても全然結構ですね。はい。で、この辺からですね、大きくこんな感じでいきます。はい。この横角大事ですね。はい。で、この辺からですね、こういうふうに縦ですね。はい。はい。これがですね、息という字のかっこいい書き方ですね。はい。結構ですね、バランスが、特徴的でですね、非常に注意するところ満載なんですけども、左側が先ほど申し上げたところですね、右側ですね、この9の、書き順ですね、ここから書きますよってことと、ここは跳ねてください。そこを注意していただいて、こう見えない線がこうあるんですね。で、ここ角を出すこと、こういう角ですね、こう注意して、しっかり跳ねるところは跳ねて、こういう見えない線を意識していくってことですね。そうしていただければですね、字が上手くなる、加速度的に字が上手くなってきますので、しっかりとですね、練習していきましょう。はい、これ米編ですね。はい、米編のかっこいい書き方、今回はですね、息という漢字を書いてきました。はい、ではですね、次回も、違う動画で会いましょう。ありがとうございました。